勢いを得た呉は水戸の雌雄を決するべく北への進攻を開始した。自ら軍を率いた孫権が魏の合肥新城に向けて進軍する。これを迎えるは百戦錬磨の指揮官司馬懿。交流5年、呉の若き司令官陸遜が知略を尽くして合肥新城に挑む。守る魏と攻める呉、どちらが勝るのか。両国の命運をかけた戦いが今始まろうとしていた。この戦いに呉の命運がかかっておる。全軍敵本陣を目指せ。Yeah!
れすぎだぞ。議長せよ。しかしまだ私の手の内を入れよ。挟み撃ちか。突破します。戦力を全面の敵に集中せよ。
なんで。お前こそ万夫不当の豪傑よ。さすがだな。まだ兵力を残していたか。これで敵の戦力も出尽くした。皆の者、死力を尽くせ。合流されました。合流されたようじゃな。
ったり。私たちも頑張りましょう。
なる者よ、死を舞いなさい。決める。
参る。全力で参られよ。合流されましたか。合流されたようじゃな。お前こそ万夫不当の豪傑よ。
ほどのものを切らねばならぬとはな。慎みなさい。Yeah!
私の野望の礎になってもらうとするか。この私が。